後輩で、まあ DJ にすげえこう熱冷めてるやつが、はい、先輩たちはやっぱり、あ、そうだね、後輩が喜んでるのが一番嬉しい、まあ、本当ですか、いいですか、それは嬉しいよ、それは嬉しいよ、仕事に悩んでる彼に神からのプレゼントです。一度携帯取りに行くんで、どこ、どういう意味だ、携帯取りに行くんで、どういう意味、天罰って何やるんですか、彼をハニートラップにかけたいと思います。楽しそうでした、楽しそう。時間的にもギリギリだけどね。そうですね、うん、あ、来ました、来た、はい、おお、ちょっと、あ、お疲れ様です、お疲れ様です、すみません、お疲れ様です、いいいいいい、ちょ、入って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 、すみません、あ、お疲れ様です、あ、じゃあすみません、すみません、ごめんなさい、ごめんなさい、まあ、なんかいきなりごめんね、なんか動画撮ってて、すみません、びっくりしました、一応、なんか説明して、あ、まあ、とりあえず先にちょっと紹介させてもらっていいですか、うん、一応 DJ 私やらせていただいて、まあ、そのまあ、仲間の MC の後輩の涼河です、あ、よろしくお願いします、お願いします、お願いします。まあ、今日ちょっと今日急遽来てもらったのが、はいはい、まあ、最近ちょっと、まあ、こうちの後輩で、まあ、DJ にすげえこう熱冷めてるやつがいるじゃん、はい、はあ、はあ、え、誰だろう、え、誰ですか、まあ、そいつに一回ちょっとマジで本当に天罰与えたのかなと思って。何、最近のコロナとかの影響でちょっと、まあ、影響で、そうですね、テンションが下がってる、在宅勤務で、うん、家の中で多分オナニーぐらいしかしてないやつだけど、そいつはちょっと逆の意味で、ね、うん、まあ、今回外出してちょっと目覚ましてやろうかなっていう思いで、なるほどね、はい、まあ、そいつの後輩が一応 DJ 正義っていう名前なの、ああ、正義くんですか、俺も分かるよ、正義くん、ああ、ですね、涙が分かってるっていうところで、うん、まあ、こやつをちょっと天罰に、これ天罰って何やるんですか、あ、今回ですね、彼をちょっとハニートラップにかけたいと思います。楽しそうでしょ、楽しそう、面白そうですね、入ってきていきなり馴染むね。もうなんかもう騙す気満々。頑張ります。意外と楽しそうじゃん。頑張ります。そう。けど、あの、もともとは、あの、正義がいなかったら騙される予定だった。あ、僕らしか、僕らしか。とりあえず誰か騙しましょうみたいな感じで、人を呼び出して、向かってくる途中に、一番騙すのに面白そうなのはやっぱり正義だから連絡来ましたみたいな。あ、そうですか。だって、こいつもちょっと熱量冷めてやるわ。なるほどね。それちょっとね、あげてみて。半分の熱量冷めたら、ハニートラップ。ハニートラップ。そうそう。で、じゃあ具体的にどうすんの？女の子はもう用意してんの？いや、ちょっと、とりあえず連絡はしてるんですけど、まだちょっとわかんないんで、まあ、今のところ現地調達が一番熱いかなっていう。すごいね、はい、DJ で。まあ、ちょっとだけどさ、クラブの許可も取れてないから、はいはい、クラブでも撮影できないもんね。いや、関係ないですよね。関係あるでしょ。だからさ、俺怒られるし、ね、あ、そう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 、どうしようか。じゃあ最悪音声のみ。あー、いいっすね、いいっすね、音声のみで、そこは音声のみで、あの、はい、クラブに行って出てきたところでわーってやって、あ、やりますか、はい、ってことは、じゃあ正義が出てくる前にもう女の子今クラブ行って当たって探した方がいいんじゃない、今のうちに。あ、そうそうそう、そうしましょうか、行きますか、だって、ましょう、あと何分後に来るの、あと15分から20分後には。え、ちょっと電話してみれば一回もうします、電話して、電話して、焦んなくていいよって言えば焦んない、だってさ、今向かってんでしょ、向かってます、向かってます、いや、まずいでしょ、まあ、そうっすね、やりますな、腹が痛くなって、マジでうんこしたいからって、そういう感じでいいんじゃない。え、もうかけてます？いや、かけて、かけて、かけて、腹痛いセットにしようじゃん。あー、ごめんね、ちょっと今さ、安藤さん腹痛くなっちゃってさ、ちょっとさ、あれだもんでさ、あの、ちょっともうちょっとだけ遅れるわ。あ、うん、で、なに、お前どっち作るの？どっちが近い T2 か俺かが。タクシーの時なんかも一緒だもんね。ああ、そういうことね。なに、怒ってんの？いや、怒ってない。切れてんの？切れてんの？まあ、俺かなら怒
いいんじゃない、そっちの方が近いんでしょ、今錦の方なら。あ、今はね、まあとりあえずいいや、うん、まあちょっと、オッケーオッケー、分かった、ちょっと遅れるっていうだけの話。11時ぐらいとか。いや、そんなに遅れんよ、10時半ぐらいとか、うん、そんな感じだと思います。分かった、また教えてください。はいはい、了解です、はーい、はい、はい。だから11時でもいいんじゃない、だって11時から合流するってなったら12時に帰んないでしょ。はい、そう、じゃあ、うん、まあけど後で言えばいいんじゃないの。じゃあ11、なんかよっぽど腹痛くてとか、結構そこで引っ張っとしかたの面白いじゃん。で、現実調達でってどうはめていくの、女の子に。あとだから、もしも本当ハニートラップかけるんだったら、ピンマイクとかつけて音声録音しないと、後ろか遠いとこから撮ってても、ね、ピンマイクあるんですか。あるよ。おお、ほほほほ、でも完璧ですよ。そうなんですか。いや、多分ハッキングって今までピンマイク使ったことないからね。撮影で俺女の子に、別に俺枯れても誘導できるし、どれでもできる。最低、はい、最低の買収、酔ってる勢いでみたいな。なるほどね。じゃあとりあえず、ハニートラップを仕掛ける。で、最終的にどうすんの、どこまで行ったら成功なの。でもホテルまで2人来てもらって、うん、で、我々は先に結局中にいなきゃいけないじゃないですか。中に、まあ、いなくてもいいんですけど、いいんだけど、あ、確かに、まあ、どっちもいいんですけど、まあ、その辺はまあ上手に。じゃあ第一条件で、まあ、俺らから抜けるときに、仕事なんで帰りますって経緯で俺らに嘘つかせよう。正義が、ああ、そうです、ね、人間関係的には誰が一番上でとか、どんな感じなの。僕が一番上なんで。上で、で僕一番下なんですか。正義が相手なんで。じゃあ、はい、下が気使ったっていう感覚でもいいんじゃない。どうぞ、下が気使った。いや、だからいいっすよっつって安藤さんにうまく、安藤さんのハンブルさんにうまく言うんで、仕事で帰ったって感じして女として抜けてくださいって。ああ、いいね、いい、素晴らしい、素晴らしい。で、さすが頭の切れる安藤さん。それも取れたら嬉しいよね。なるほど、うん、じゃあ、この人の子上手に使うか。でもいけそうだね。そうじゃない、いけそうじゃない。俺が1万円ぐらい私がいいし、俺が1万円ぐらい私がいいし、俺が1万円ぐらい私がいいし、予算安いな。予算は女は関係ないもんね。関係ないです、関係ないです。もう1万円で動いてくれるから。1万円で動いて節約できるからね。それでいい、それでいい。なるほどね。でもそんなに、あいつ結構やっぱり極上の女じゃなくてちょっときついけど。そうですね。あと、何面食いなの。あいつは面食いの部分もあって、でもよっぽど結構あったら大きい子好きじゃないですか。あ、じゃあそれでいこうか。じゃあそれでいこうか。じゃあとりあえずとりあえずもう一回ねってハニートラップ仕掛けてみましょうか。わかりました。はい、よいしょー、ありがとうございます。めっちゃ曇る。お疲れ様です。お疲れ様。今クラブにいるけど、さっき言ってた現地で一緒に仕掛けてくれる女の子見つかったみたいなんで、ちょっと紹介してください。ありがとうございます。じゃあ簡単に仮名でもいいから、ちょっと自己紹介というか仮名でいいですか。3秒あげる。なんとかです。さやです。さやちゃん、イエーイ。さやちゃん、よろしくお願いします。今日はハンブルの後輩をちょっとハニートラップかけるんですけども、意気込み聞いていいですか。意気込み、まあ頑張ります。いいですね、いいです、いいです。こういう感じなんじゃない、こういう感じなんじゃない。自然でしょ、本当に。だから仕込みじゃない子だから。全くです。先ほど私が使い終えました。じゃあそういうことで早速じゃあ行きましょう。ぜひぜひ。はい、お願いします。バイバイ。医者は病院はいいよね、なってるわけじゃないからね。ちょっと給料いいでしょ。給料いいでしょ。だって給料いいよね。ちょうだい。ちょうだい。もらえますよ。ないもん、俺月給2000円なの。ちょっとどうですか。ちょっと待ってどうですか。全然飲んだね、はい、どうした。あ、どうした。いや、まあ、そのノリじゃねえ。明日仕事だよ。そのノリじゃねえ。なんか新しく買ったんで、ちょっと
あ、分かるで、うん、名古屋って。あ、確かに。なるほどね。じゃあこっちの方で行くか。この辺でもいいんじゃない。まだ回してないっす。そう、観覧車移した方がいいっすか。観覧車移したらもう完全に。え、雨あんま降ってない。ノリノリじゃん。ノリノリじゃん。なんでそんなノリノリじゃん。ノリノリすぎでしょ。あれなんかいい感じになってない。ああ、いやいやいや、今マスクもお揃いだしね。あ、そう。なに、俺ら T2 一緒に来てくれんの。いや、もう一回来てくれんの。 T2 行く？ちょ、本当にでも足仕事ですね。あ、そうなの。はい、じゃあ、今からどうする。え、今からどう、帰る、帰るの。一緒に帰ろうかな。いやいや、これで T2 行こうよ。 T2 行こうよ。行きますか。お前ら、お前ら行け、お前ら行け。いやいや、俺は、俺は、お前全然いいや。先輩たちはやっぱり、あ、そうだね、後輩が呼ぶのが一番嬉しい。本当ですか、いいですか。それは嬉しいよ、それは嬉しいよ。なんか申し訳ないです。とりあえず、けど仕事でしょ。まあ仕事です。帰るっしょ、けど。まあ、帰ります。さすがにそんな持ち帰るなんてね。まあ、そうっす、まあまあ。さすがにそんな持ち帰るなんてね。まあ、そうっす、まあまあ。さすがにそんな持ち帰る。まあ全然。七丸さんで。うん。この家。七丸さんで。さすがに。でも七丸に。ハンブルは何？一人で。いやもう。いや、それは知らないですよ。知らない。壁と壁を挟んで。ちょっとエクレアついてる。エクレアついてる。どうもエクレアいただきましたね。したらしたら。じゃあありがとうございました今日。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます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 。じゃあ。ついにやりましたよ。え、どういう状況、とりあえず行って、運転手さんに行って。運転手さんに、これ右で。あの、毎日タクシーですか。毎日タクシー、毎日タクシーかな、ちょっと待ってよ。あの、ジャパンタクシーの。そうですね、はい、あの、オレンジ色のアンドのやつですよね。はい、今、あの、でもなければいいけど。闇を暴くんだよ。闇を暴く、今撮影してます。闇を暴く、なんか面白そう。いや、面白い、だいぶ面白い、だいぶ面白い。一応簡単な経緯を説明すると、ええ、その、そうなんだ、マセヨシの家に向かう、一回向かうらしいんで、これ左、これ左です、左です、左、左で左です。マセヨシの家なんで、左です。え、マセヨシの家近いの？近い近い近いです。イエーイ。けど、なんかちょっと、俺らが先回りしてた方がいいんじゃない？そう、だから俺らちょっと、あ、左行けば多分勝てるっす。勝てる勝てる。勝てる、全然勝てるっす。これ左行ったら勝てる。じゃあなんか、え、何？ 2、2、え？703っつってたかな。あれ、じゃあ2人は消えて2人はどうだったの。いや、一緒に乗ったみたいです。一緒に乗ったんだ。一緒に乗った。で、誰かが具合悪くなって一回ちょっと降りる素振りとかどう。あ、いいっすいいっす。たら時間稼げるじゃん。てか、正義くんの家の近くにそれは周辺結構あるんですね、いろいろ。あるよ。いいよ、別にそこ行くわ、じゃあ。みんなそこ行こう。やったー。やったー。僕たちは隣の部屋に行きます。家だとちょっとなんか申し訳ないじゃん。そこに携帯だけ取りに行かせて。いいホテルあるんですか。いやー、いいホテルなんかな、そこ。わからんけど。なんちゅう名前ですか。いや、絶対みんな寝たいでしょ。いや、俺ら別に普通にあの部屋隣に行くんで。いや、もう隣とか空いてないやろ。そう、いや、空いてますって。日曜日なんで。あー、さすがやな。まあまあ、だって今のマジ虫通しかったですね、次の。本当ですか。はい、でも前ほど言い過ぎました、すいませんでした。もう一回向こうまで来たら、もう一個あったんで。どうしよう。なんかいいとこなんですか、なんかプール付きみたいな。そうでしょ、そんなんある。ちょ、マジで一回8時に起きてね。はい。頼むよ。はい。マジぶん殴っていいんだよ、これ。はい。こらー言うてね。頑張ります。じゃあ水かけますね。あ、いやいや、もう全然いい。どっちかっていうとローションかけてほしいかな。なるほど。ベタベタ、ベタベタはベタベタ嫌じゃない？それすごい、もう朝から嫌じゃない？全然いい、俺もOKだね。俺OK。なるほど、なるほど。さすがのりやしくん。一度携帯取りに行ってみて、どこ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 。一度携帯取りに行ってみて、どこ、どこ、どこ。